私は6歳と10歳の息子2人の母です。私たちは安保関連法に反対する全権のママたちと誰の子供も殺させないこの思いでつながり、法案成立後も声を上げ続けています。すべての母は命がけで子を産み、幸せになってほしいと願い、日々大切に子供を育てています。大切な子供たちに、子供たちの未来に戦争があってはならない。だから今黙っているわけにはいきません。政治に無関心でいたとしても、私たちの生活は政治と無関係ではいられません。私たち大人は子供たちに平和の日本を手渡す責任があります。30年後、子供たちが大人に親になった時に、日本は100年間どこの国とも戦争してない平和の国なんだよと言える未来を作るために、どうか野党議員の皆さん、すべての皆さんが手をつなぎ協力し合って、この戦争法廃止に向け一丸となって声を上げていていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。安保法が衆議院で可決された昨年7月にママたちで結成され、上田市内で2回の集会やスタンディングアピールを行うなどの活動をしてきました。今こうして長野県内他の地域のママや皆さんとつながれたことを心強く思います。紹介します。もともとこういった活動には不慣れなママたちが立ち上がったのは、ただひとえに子どもたちを守りたいという気持ちからです。政治には全くの素人だった私たちですが、育児にはいつも一生懸命です。全く別問題に思えていたその2つが実はつながっていることだと実感したからこそ、こうして勉強し声を上げています。安保法があのひどいやり方で可決され、政府はその後説明責任を果たさないばかりか、着々と戦争ができる国づくりの準備をしています。私たちは子供を戦場へ送るために心血を注いで育てているのではありません。どうか野党議員の皆さん、政治家の方はぜひ一人の父親、母親として、一人の母から生まれた人間として、この安保法制を廃止にするため、日本を再びあの戦争という悪夢へ導かないために一丸となっていただきたいと思います。ありがとうございます。皆さんこんにちは。長野市、ママは戦争をしないと決めた実行委員会の森山です。私たちママの会は12月県議会、長野市議会に安保法制の廃止を求める請願を出しました。結果は両方とも不採択、あと一人賛成してくれる議員さんがいればと数の力を感じ、野党の議席数が少ないというのはこういうことなんだと思い知らされました。安保法制を廃止するには戦争する国づくり、人づくりにやりたい放題の安倍政権を倒すためには、野党が一つになり選挙に勝たなければダメなのです。そのためにも私たちが声を上げ続け、2000万の署名もやりきらなければ野党の皆さんを動かすことはできません。子どもの未来を守るためにも皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。さて、10月24日に長野市内で行われた集会で、民主党、共産党、社民党の皆さんから安保法制の廃止を目指して参議院選挙での選挙協力に前向きな思いが語られました。そこで今回、野党の皆さんにはぜひ統一候補を擁立していただきたいという
共同アピールを立ち上げ、広く県内の団体に賛同を募りました。お手元にお配りしておりますが、現在21の団体から賛同をいただいています。アピールの読み上げをお願いします。立憲主義と民主主義を取り戻すための統一候補擁立を求める共同アピール。2015年12月19日、私たちは次期参議院議員選挙において野党が統一候補を擁立し、協力して選挙に臨んでいただくことを求めます。先の国会での安倍政権の暴走に対し、長野県内では違憲の安保法案は廃案に、誰の子供も殺させないと村から町から自治体ぐるみでこれまでにない反対運動が取り組まれ、村でもという言葉さえ生まれました。強行採決後も女性、とりわけ子育て中の母親、教員、戦争体験者、若者をはじめとして県内各地で安保法制の廃止を求める動きが広がっています。野党の皆様には次期参院選において1、安全保障関連法の廃止、2、集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回、3、日本の政治に立憲主義と民主主義を取り戻す、この立場で一人区で必ず勝てる統一候補を擁立くださることを心よりお願い申し上げます。安保関連法に反対するママの会信州、上田七色アクション。ママは戦争しないと決めた実行委員会。ありがとうございました。ではアピールを、ではアピールを野党の皆さんに受け取っていただきたいと思います。渦橋様、唐沢様、池田様、前へどうぞ。今日以降に賛同いただいた分は後日各野党へお届けします。